クロサイビトの手紙一章、神の御心によるキリストイエスの人パウロ、および兄弟テモテからクロサイにいる生徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たち、どうか、私たちの父なる神から、恵みと平安があなた方の上にありますように、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それは キリストイエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞きそれを本当に理解 した時から時した時以来あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています福音はそのようにしてあなた方に届いたのですこれはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです彼は私たちに代わって使えている忠実なキリストの使い人であって私たちに 御霊によるあなたた方の愛を知らせてくれましたこういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めていますどうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにまた主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれあらゆる善行のうちに実を結び神を知る知識を増し加えられますように また神の栄光ある権能に従いあらゆる力を持って強くされて忍耐と寛容を尽くしまた光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父の神に喜びを持って感謝を捧げることができますように神は私たちを暗闇の圧政から作り出して愛する巫女御子のご支援の中に移してくださいました。 この巫女のうちにあって私たちはあがないすなわち罪の許しを得ています御子、えー、は見えない神の形であり作られたすべてのものより先に生まれた方ですなぜなら万物は御子にあって作られたからです天にあるもの地にあるもの見えるものまた見えないもの王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたものです 万物は巫女によって作られ、巫女のうちに作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また、御子はその体である教会の頭です。御子はじめであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら、神は御子によって、満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、 その十字架の地によって平和を作り巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ巫女によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れここにおいて敵となって悪い行いの中にあったのですが今は神は巫女の肉の中体においてしかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。 それはあなた方を清く傷なく避難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。対しあなた方はしっかりとした土台の上に固く,く立って既に聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたもの,にものに述べ伝えられて,、えー、られているのであってこのパウロはそれに使えるものとなったのです。 ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に使えるものとなりました。神の言葉を余すところなく使えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、 今、神の生徒たちに表されたお義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあな,たのあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として 立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によってロークしながら奮闘しています。